海外のファンの大谷翔平はアメリカのテレビ局にも溺愛されてるようです。米メディアフォックススポーツは30日ワールドシリーズ第4戦を前に公式 SNS を更新し、一本のショートアニメーションを公開した。内容は大谷翔平投手の少年時代から現在までの軌跡を紹介するもので、最後には愛犬デコキンも登場、ファンを沸かせ話題を呼んだ。ナレーションが日本語のみとはね、大谷が注目され素晴らしいのはわかる。しかしポストシーズンで活躍してるのはフレディ・フリーマンだ。フリーマンを起用した方が良かったと思う。まだ途中だから何とも言えないが、彼がいなければワールドシリーズ3連勝はなかったと思う。鬼滅の刃の主題歌と合ってる。この大谷翔平のアニメーションは AI によって作成されたもので、出来栄えはいまいちだな。大谷かっこよすぎる。言葉が見つからないほど素晴らしい。翔平はワールドシリーズで打っていない。情けない成績で腹が立つ。キケヘルナンデスとカメハメハ。最後は愛犬デコピンと。フォックスは日本向けに最近配信しているね。